モンタナ州会議児童ヘレナは、アメリカ合衆国モンタナ州の州都、同州西部、ロッキー山中に位置する。地域人口は28,190人ほどだが、都市圏人口は77,414人になる。アメリカ西部の多くの都市同様、ヘレナもまた、19世紀後半のゴールドラッシュによって、人が集まってできた町である。1864年に、 ジョージア州などから西部へとやってきた4人組によって、砂金が発見され、町が建設された。別名をクリーンシティという。ヘレナは、北四46度35分45秒、成形112度部三37秒、北十46.59583度成形112.02694度、 46.59583-112.02694に位置している。アメリカが州国統計局によると、ヘレナ市は総面積36.3平方キロメートルである。市の全域が陸地であり、水地域はない。ヘレナは高緯度にあり、かつ内陸で標高が高いため、夏は冷涼で、冬は非常に寒い。また、ロッキー山脈の登録であり、 編成風の風下になるため、一年の大半は降水量が少ない。欠片の気候区分では乾燥帯のステップ気候に属するが、気温ではん帯である。1864年10月30日に、4人のジョージア人と呼ばれる4人組によって、ラストチャンスクリークで砂金が発見され、ヘレナの街は創設された。ヘレナのメインストリートは、ラストチャンスと呼ばれ、 ダウンタウンの歴史地区を曲がりくねりながら、元の川筋に沿って通っている。街は、はじめ、4人のジョージア人の一人、ジョン・クラブの名を取って、クラブタウンと名付けられた。しかし、砂金目当てに次々と人がやってくると、町名変更の機運が高まった。そこで、ジョン・サマー・アビルは、生まれ故郷である、ミネソタ州セントヘレナの名を付けることを提案した。しかし多くの砂金採掘夫たちには、 ヘルイーナのアクセントが気に入らず、これを地獄を意味するヘルにかけて、ヘルイーナと発音していた。地獄のヘルとは当然、聖の、セントとは相入れないため、セントが落ちて、ヘレナのみが残って、町の名前となった。1888年までには、およそ50人の奥万長者がヘレナの町に住んでいた。この頃人口あたりの奥万長者の数は、世界一であった。 ラストチャンスが歩くからは、現在の36億米ドル相当の砂金が20年以上に渡って採掘された。ラストチャンス砂金採掘場は、アメリカ西部で最も有名な採掘場であった。現在では、当時の採掘場跡の多くは地下に渦漏れている。4人のジョージア人と呼ばれる、ジョン・コーアン、DJ ・ミラー、ジョン・クラブ、ロバート・スタンレーの4人組は、実際はコーアンのみが、 ジョージア州出身であり、ミラーはアラバマ州、クラブはアイオワ州、スタンレーはイギリスと海出身地が異なる。しかし先金採掘においてジョージアスタイルをとっていたため、このように呼ばれていたものと考えられている。4人のジョージア人には異説もある。ジョージア州のある系譜学者は、前述のジョン・コーアン、コーアンの甥、い、フランク・コーアン、ヘンリー・ハスク、ビル・パーマーで4人とも、 ジョージア州出身で互いに知り合いであるという説を立てている。港案が両方の説に含まれていることから7人でヘレナのラストチャンス先採掘場で採掘を行っていた可能性もある。新聞社ヘレナの地元新聞紙はインディペンデントレコードという日刊及び日曜版1日約1万4千部を刊行している。またクイーンシティニュースという ヘレナ市の別名を冠した無料の週刊新聞もある。セントヘレナアベニュー市の玄関口となっている空港は、ダウンタウンの北東約3キロメートルに位置するヘレナ地域空港である、ソルトレークシティ国際空港やミネアポリスセントポール国際空港からの便がある。市内を週刊高速道路15号線が通っている。北はグレートホールズを通り、カナダ国境を越えて、 カルガリー・エドモントンへと通ずる。南はソルトレークシティラスベガス・サンディエゴへと通じている。アムトラックはモンタナ州北部を通るためヘレナには駅はない。またグレーハウンドの便もなく同社と提携しているディムロックトレールウェイズのバスが州内各都市へと通じている。セントヘレナ大聖堂級アルジェリア神殿ヘレナには ゴールドラッシュ時代の歴史的な建築物が多く、重要な観光資源となっている。また、周辺には、ロッキー山脈の大自然や原野が広がっている。2000年現在の国勢調査で、ヘレナ市は人口25,780人、世帯数11,541、6,474家族が暮らしている。人口密度は710.5人、平方キロメートルである。 334.4件、平方キロメートルの密度で12,133件の住宅が建っている。同市の人口構成を人種別に見ると、白人94.78%、アフリカンアメリカン0.23%、ネイティブアメリカン2.10%、アジア人0.78%、太平洋諸島系0.07%、その他の人種0.38%、 および、婚結1.66%である。人口の1.67%はヒスパニック、または、ラテン系である。同志の1万1541世帯のうち、18歳未満の子供がいる世帯は27.1%、結婚、同居している世帯は42.5%、未婚、離婚女性が世帯主である世帯は10.4%、 非家族世帯は43.9%である。単身世帯は37.5%、65歳以上の老人一人暮らしの世帯は11.3%である。世帯の平均構成人数は2.14人、家族の平均構成人数は2.83人である。同市の人口構成を年齢別に見ると18歳、未満22.4%、 18から24歳11.1%、25から44歳26.6%、45から64歳26.0%、65歳以上13.9%となっている。年齢の中央値は39歳である。性比は女性100人あたり、男性91.0人である。18歳以上では、 女性100人あたり男性は87.6人である。同志の世帯の収入の中央値は34,416米ドルであり、家族の収入の中央値は5万18米ドルである。収入の中央値を性別で見ると、男性3万4,357米ドルに対して、女性は2万5,821米ドルである。同志の一人あたり収入は2万20米ドルである。 人口の14.5%及び家族の9.3%の収入は貧困線以下である。18歳未満の16.4%及び65歳以上の8.3%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。